障害がある人に100年後あったらいいなこんなご飯をテーマに書いてもらった絵画コンテストの表彰式が福岡県久山町で開かれました作品を募集したのは絵画を通して障害者の社会参加を進めようとだんだんアートプロジェクトに取り組んでいるくばら本家グループです障害を持ちながら素晴らしいアートの才能を発揮する人たちの可能性を広げようというプロジェクトで 今年のテーマは、「100年後、あったらいいな、こんなご飯。」です。全国から寄せられた834作品のうち、たけしさんの夢の木など5作品が対象に選ばれ、今日表彰されました。対象作は、西鉄バスのラッピングや、くばら本家グループで利用されるダンボールのデザインにも使われます。また、今回の応募作品は今年7月。 福岡県立美術館で展示される予定です。